おはようございます。じゅんです。りさです。はい、今日は太平洋クラブ甲南コースに来ています。そして今日私たちがゴルフに来ている理由、それはバンヤードストームさんというアパレルからなんとゴルフウェアが出ることになりました。それを私たちがラウンドしながらご紹介するということで、はい、今日やってまいりました、はい、ここにじゃん、はい、なんかねすごいいろいろ、そう、かわいい、色もすごいかわいいし、なんか柄物もあって、私ね展示会行かせていただいたんですけど、かわいかった、かわいかった、全然私服でも行けちゃうようなおしゃれな感じが多かったなっていうイメージ、もう春だね、なんかこう見てるとね、4着4着ずつ選んでいきたいと思います、はい、じゃあ早速選んでみますか。はい、このパーカーとか超いい、かわいい素材、わかる、いやこれは普通に、なんだろう、いけるよ、いけるよね、かわいい、この素材、最近ちょっとゴルフウェアもそうだね、ニットとかじゃなくてパーカーとか、トレーナーみたいなのが ね、生地になってる、じゃない方がいいかな、こっちかな、どっちがいい、私家でもリアルにこんな感じでやってんの、やってる、私床にさ、並べてさ、違うなって言って、あ、袖全部ボーダーじゃん、可愛くない、でも、このトレーナー可愛くない、普通に欲しいんだけど、こういうギャルいるよね、やめて、可愛くない、可愛いね、可愛い、これ普通に着たい、はい、りさちゃん、はい、4コーデ決まりましたね、はい、結構いい感じにね、バランスをね、最高だと思う、色とバランスとテーマをちゃんと決めたからね、じゃあ早速コース見てご紹介していきたいと思います、じゃーん、ダン、1着目はこんな感じになりました。りさちゃんはワンピース型、ワンピースタイプにしました、かわいい、これめっちゃ1枚でも着れるし、いい感じ、かわいい、すごいなんかスッとなってて形がすごい綺麗に見える、私が選んだコーディネートのポイントはシンプルな感じにしたんだけど、帽子で柄を入れたところです。ワンピースタイプ でポケットも両サイドとお尻に1個ついてるのですごく便利だなと思いました。ピタッとしすぎてないけど、そうスタイルがすごいよく見えるね、綺麗に見える、綺麗、じゅんちゃん、私はですね普段のラインでも人気のかわいいよテーパードパンツにボーダーのポロシャツ、私は今回パンツスタイルに挑戦してみました。トップスは丈が長めでワイドな感じでシルエットがとても女性らしい形になっています。さらにその上にブルー色のパーカーを合わせました。おすすめの配色です。だいぶなんか難しいかなと思ったけど、全然ね大丈夫、超可愛いと思います。じゃあ、はい、早速ラウンドしていきます。軽いね。おーい、ナイス、まあ、大丈夫じゃないか、オッケー、落とされた、オッケー、ここに金具がついていて、ゴルフのなんかボールとか入れたい人はできます。ここの後ろにも、ね、ついてるんで、こういうこだわりがあります。あ、すごいショート、なぬぬ、あれ、なんかかわいいね、いい、いいよまいなんか分かるでしょ、ショートした、まあいいかなんでだろうね、分かる、こっからだね、はい、おー、いくね、いくね、ちょっとまあキックが
あっち向きだったけど。あ、飛ぶさ。なぬ。ゆきちゃん。よいしょ。ありがとうございます。くしゃみショット。感じです。ナイス。パンツはね、日焼けもしないし、うん、いいですよね。形が綺麗、本当に。やっぱワンピースも可愛いね。すごい着やすいよ、ね、ワンピースってさ、こうピタッと着せるから、そうそう、トップとかした時にこうね、ここら辺まで上がっちゃうから、ね、それが全然ない、うん、いい、すごくいいと思う。これさ、1枚でもさ上がんないもんね。そう、全然こう、こう上がってこないから、わかるわかる、着やすい、すごくいい形、きつこいと思うんだけど。え、でも可愛いよね。すごい好き、この色合いが、うん、なんかこのパンツ普通に欲しくなってくるね。あとね、ここにチャックがあるんですよ。何？チャック付き。なの？そう、あ、ちょっと緩く着たいときは外せば。全然ストレッチすごいするから、全然苦しくない。私結構お尻大きいからパンツとかちょっと気になっちゃう派なんですけど、なんかそんな感じしないです。ゆっくり持っていきました。ナイスオン、ナイスオン。昨日はリンゴルオープンでした。実はボロボロでした。なぜならピアピアにピアピアにやられた気がする。これピア楽しかったよね。楽しかった。取れた。うまく引っかかっちゃったな。あ、ナイスオン。うん、なんか昨日から打てるようになってる、ね、うん、昨日じゅんちゃん途中までバターなんか打ててなかったんだけど、何きっかけ？いや、打つようにした。おう、すごい、それからすごいシンプルすごい、そっから良くなったよね、うん。よかった。うん、よかった。なんか入っちゃうな。入ったか。入った。入ったわ。入った入った。ちょっとフェードっぽくいこうかなと思います。力が抜けてる。パートがでしょ。あとウェアがいいから。
やすくない、うん、本当動きやすい。なんか固まるかなってちょっと思ってたけど、うんうん、全然そんなことない、うん、なんだろう、生地かな、生地とあと多分作り方じゃない、ちょっとなんかさ余裕がほら余裕あるしね、あるのにさ可愛いし、うん、普通ちょっとこうそうそう、ちょっとギュッてここでさ、ね、止まる感じするし、うん、だとここがさ、ここがガサつくんだよね引っかかる、引っかかるよね、こう浮いてる、粘りつく生地じゃないじゃん、うん、そうだね、ちょっとこう浮いてる、わかる、うん、摩擦がないんだよね、そうそうそう、拭くとね、多分こう動くんだと思う、うん、皆さんご視聴いただきありがとうございます。4月の10日にデビューしたバイヤードストームのゴルフウェアは公式ウェブストア .st と ZOZO タウンにて販売中です。さらに4月の23日火曜日から5月の6日月曜日まで恵比寿アトレ店4階にてポップアップショップが開催されてますので、皆さんぜひ足を運んで手に取って、はい、合わせてみてください。私たちも遊びに行こうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。